今月7日付で埼玉地方裁判所の所長に就任した小出邦雄氏が今日う会見を開き、就任にあたっての抱負を述べました。小出邦雄新所長は愛知県名古屋市出身の58歳。一橋大学法学部を卒業後、1989年に裁判官となり、東京地裁や福岡地裁などで民事裁判を中心に担当し、 法務省では司法法制部長や民事局長を歴任2021年7月からは東京高裁の部総括判事を務めていました今日の就任会見で小出所長は個々の紛争を適正に解決し国民に信頼される裁判所を目指して職員一丸となって努力していくと抱負を述べましたまた埼玉の印象について 親戚が川口市に住んでいるが東京に近くて便利な町人口や自治体が多いが自然豊かで暮らしやすそうなイメージがあると話しました。